です。今日も平安時代の問題を頑張りましょう。じゃあこちら。810年に武力をもって宇都の対立を解消した嵯峨天皇は強い権力を握って国政を指導し、桓武天皇以来の方針を継承して、ってあるんですけど、じゃあ810年の戦いは何でしょう ?10、9、8、7、6、5、4、3、2、0。答えはクスコの変ですね。藤原のクスコさんとお兄さんの中成軍が平成天皇ね、もう一回天皇になってほしいなって思って乱を起こすんですけど、嵯峨天皇に敗れてしまうので、結局平成上皇と嵯峨天皇対立は嵯峨天皇の勝ち、藤原のクスコさんと中成軍は敗れてしまう。自殺っていうか、処罰されちゃうんだね。ということで答えは後見上皇じゃなくて平成上皇が正解です。後見上皇はちなみに誰かというと聖武天皇 の娘さんで、宋の誰だか分かるかな、太政大臣前次であり法皇になって菅井には天皇になろうとした宋の同郷と一緒に政治をしようとした人だね。ちなみにもう一個言うと、後見上皇は、その後本家天皇になって聖徳天皇という名前になります。そのことを長祖と言います。これも重要です。はい、そしてじゃあ空欄の絵の方に行きましょう。ちょっとこれ、途中で略してあるので中略の後から読みます。ここです。はい、またこの時代は食戦監視文集が編纂されたり、宮城の文豪伝書名が唐風に改称されたりするなど、唐文化の摂取も法の稽古が著しい。唐風化を推進した嵯峨天皇自身、唐風の書の名手であり、誰々の一人に数えられている。さあここでポイントは三席それから三筆っていうのがどっちか選ぶっていうことです。で、文化史ってセンターで3割出るのを知ってるかなって苦手にする子も多いんだけど、そしてね、100点のうちのなんと30点分あるんですよ。これはやっぱり得意にした方がいいよね。ということで今日は三筆と三席をまとめてみました。じゃあこちらを見てみましょう。よいしょ、これかな。はい、上が三筆、下が三席になってます。で、三筆と三席って3人ずついてちょっと覚えにくいんですけど、上の三筆の方は唐風なんでね、遣唐使とかの時代です。で、人は空海と立花の早成と嵯峨天皇、空海って唐に行って真言宗を伝えてくれる人よね。で、工房も筆の誤りっていうのを求めたから、三筆の筆の方って覚えておくといいかもしれない。今思いついたんだけどね。で、三席は、国風文化の藤原の道長とか頼通が活躍する時代で、金文字とかが流行った方で、唐風の上のやつと比べるとちょっとこう柔らかい感じの字なんだけど、資料集とかにきちんとね写真がついてるから見てみるといいと思うよ。で、3人は藤原の紗理、小野唐風、藤原のサリーさんは藤原の、助政とも読むよ。なんかサリーちゃんみたいだね。でもみんな知ってるかな、サリーちゃん。魔法使いサリーちゃん知ってるかな。まあいいか。で、サリーちゃんと豆腐と行こうぜみたいな感じで、うまく語呂合わせとか作って覚えてくれるといいかなと思います。だな、空海、立花の早成、嵯峨天皇、そして藤原の紗理、小野唐風、行こうぜの行きない、でこれが三席です。ということで、今言ってるのは嵯峨天皇が唐風の名手でありって書いてあります。で、三筆が正解、三筆が先で三席が後の時代です。三筆三席の順、三筆三席三筆三席、覚えたかな。で、あと三筆の人に嵯峨天皇 と、空海ともう一人誰だとか言える。答えは他から始まる、誰かな、立花の早成さん。立花の早成さんっていうのは、歴史っていうか政治の方でも結構大事な人で、立花の早成といえばですね、
842年の何でしょう。上和の変です。上和の変で破れちゃった人なんですよ。っていうふうに出すことがいっぱいあるんですよ。で、三筆だよね。立花の早苗と空海と佐賀天皇です。そして三席は、サリーちゃんの人だね。藤原のサリと、行こうぜ、藤原の雪なりと、あと小野の豆腐だね。豆腐。ということで覚えておいてください。はい。あとは、もう一個の方、おまけね。高賢上皇、平成上皇ってあるよね。で、高賢上皇みたいにね、女の人、女性っていうのは結構センターの好きみたいでよく出るんだ。それから、上皇上皇ってなってるように、上皇だった人っていうのも押さえておいた方がいいね。っていうふうにセンターの問題を解いたら、どういう出方をしてるかっていうのも合わせて押さえておくと、次なんか問題を解いた時に解きやすくなる。ね。出題のポイントっていうのを押さえておきましょう。というわけで今日は以上です。ありがとうございました。なんでいるか、僕はパンダの日本酒で有名なパンダですよ。知らないの？君、人生損してるよ。なんだっけ？というわけで、オールズビーアンビシャス。まずはチャンネル登録してね。よろしく。